ゴルジェ、村島、加藤、やめなよ。めちゃくちゃ急速に成長してるよ。もう先輩だからって働いてましたね。俺だってよ、ベテラン少しずつかもしんないけどよ、もう奴らの10分の1、半分いやないな、ほとんど少しずつか練習してるかもしんない。俺だって成長してまた上狙ってるから、ベテランこれから言ってやるよ。まだまだこれからだ。あ、そう、さあ、いや、今日初めて僕にいたクラッチ、初めて石井さんと吉橋さんと戦う機会があったけど、先輩のパワー、技、どれもこれもが自分より全然全然上を行っていて、自分はこのままじゃいけないと思いました。しかし自分にできることは今とにかく気持ち出してたくさん練習することなので、もっともっと頑張ります。ありがとうございました。あ、昨日でリーグ戦トーナメント敗退したけど、まあ、でもごっちゃがまだ残ってるから、このトーナメントごっちゃが優勝するように、優勝できるように俺は祈ってるよ。まあ本当はビシャモンでトーナメント戦いたかった。でも俺負けてしまった。でも俺は負けてしまったけど、ごっちゃはこのトーナメント必ず優勝する。この前のあの人のコメント見て俺はそう確信したよ。今回のトーナメント、あの人自身もかけるものすごいあるなと思ったよ。俺はあの人が勝ち抜くと信じてる。